映しめっけは2002年2月6日から同年3月27日までテレビ愛知で放送されたバラエティ番組。この項目では2002年5月7日から同年6月25日まで同局で放送された後継番組映しめっけにについても触れる。映しめっけに放送当時の j フォー音携帯端末最新機種 JP51J4 フンとの提携により企画。 制作された視聴者参加型のバラエティ番組シリーズで当時 j ホーンが売りにしていた携帯電話の写しメール機能を利用して様々なネタ画像を投稿するというものだった。視聴者は毎週番組側から提示されるテーマに沿った内容の画像を投稿。番組に参加するには j ホーンのカメラ付き携帯電話を所持しているのはもちろんのこと J スカイウェブを介してテレビ 愛知公式サイト内のちしめっけクラブへアクセスし会員番号とパスワードを取得する必要があった。当初試験的な番組として制作されたこのちしめっけは予定通り2002年3月27日放送分を持って一旦終了した。番組終了時にはちしめっけクラブ登録者数が1300人を超え、また テレビ番組制作業界からも今後の動向が注目されていたため、テレビ愛知は同年5月7日から続編、うつしめっけにの放送を開始した。しかし、満を持たして送り出した、このうつしめっけにも同様にわずか2ヶ月で打ち切られた。以来、テレビ愛知はこのような携帯電話の機能を活用した双方向番組を制作しなくなったが、このコンセプトは 中京テレビのウッキビジュや D4 など在名他局が制作する番組群へと受け継がれていった。この番組シリーズの収録は後にテレビ愛知で放送された昼の帯番組三時の壺のようにテレビ愛知本社1階のロビーを借りて行われていた。いずれも JST ありがとうございます。